引き剥がしたら、でこっちのパンツは引き上げておきます。引き上げとかないとこう相手とかにこけられたりするから、引き上げた状態で一回最初でラヒーバーを落とします。で落とすときは相手の膝じゃなくて、相手の膝だと相手のフックあんま外れない、こう相手のすねしっかり押して、すねを押したらステップバックして、左足ステップバックしてまたぎます、ね、でまたいだらこの右手で脇差しながら、左手はマットにつきながらニースライスいきます。でこのまま手引き上げてパスガードいきます。相手がキックしないようにパンツは自分でずっと引き上げて、で落とすときは相手の膝じゃなくてすねを押します。すねを押す、で左足ステップバックしてまたぎます。またいだら脇差しながら逆の手はこうマットに突きに行きます。でこう近かったらあんま良くないんだ、左手遠くにつきながら相手の体こっち側に向かせて、で手すくってニースライスいきます。一回いきます。膝じゃなくて相手のすねしっかり押してステップバックしてまたぎます。でまたぐときはできれば膝締めた方がいいです。こう、まあ、ただまたぐだけだとこことか出されるんで、また枝の膝締めて脇差しながら左手遠くについて、で引き上げます。じゃあこれ10回ずついきましょう。で、で相手が僕はまたごうとするけど、相手が足上に伸ばしてこうまたがしてくれないとか、またげないとき、じゃあ1回下げて、で下げたら次はパンツ持って、でこういう風に持つと結構カットされやすいです。あの逆この自分の手で引いたこれでこういう風にカットされやすいんで、持つときはこういう風に手のひらを相手の方に向けると、もう一回同じことしてもカットしにくいと思います。そしたら次は手のひらをかけた、で押して、そしたら一回相手に膝でちょっとプレッシャーかけて、あ、僕はこういう風にプレッシャーかけます。でプレッシャーかけて、で自分でこう抜くと同時にこっち側にパスいきます。で最後は右左手離して腰カップして、で右手でバックラス、これでまたがしてくれないです。またがしてくれない、押す、パンツ握ってプレッシャーかけて膝で、プレッシャー抜くときにこの足を僕の脇に入れるイメージです。これでここでプレッシャーかけたら、一気に自分の足は伸ばしきって腰後ろに逃がします。こういう風に落とす、持つ、で腰抱えて枕取りに行く。またげない、持つ、プレッシャーかけて、はい、こっち側にパス。バックラトル出しますして、またほうとしたけどこうまたがしてくれないです。パンツ持つ、でこういう風に持つんじゃなくて手のひら相手に向けて、で押してプレッシャー抜くときに流します。自分の脇にめがけて腰抱えて流します。でこれいきましょう。は同じことします。これで落として、でこっちまで行きます。でこれでこうパス一発で行けたいですけど、大体相手が自分の膝を自分のお腹にこう両方持ってきます。こうブロックしたりから、こういう風に落とす、さっきと一緒でこういったらこういう風に
自分の足ずっと引きつけてパスいけないです。そしたらスイッチします。これで行ける。こっちに行きます。で、パスします。レッグドラッグ。レッグドラッグ行くときは、襟持ったら相手の膝挟んで、こういう風に。で、パスガードします。これで落として、来たスイッチします。で、右手離して、相手の体格の襟持って、相手の膝潰しながら、こう、パスするときは、左手で相手の襟持って、横に回ります。落とす。で、さっきと一緒。で、ここで相手が膝近づけてきた、逆にスイッチします。自分の逆の脇に目がけて、体格の襟持って、相手の膝潰して、スガードします。もう一回いきます。テラヒーバーを落とす。で、さっきと同じことします。プレッシャーかけて流した。相手膝近づけてきて、パスいけない、スイッチして、自分の脇に入れます。レッグドラッグみたいにして、で相手の膝潰して回ります。じゃあ行きましょう。足伸ばすこうスペース当てなくて、なんか相手の足が曲がってたらこれさっきのパスいけるんですけど、相手がこれちょっと感づいてこう伸ばしてきたら結構こっちのパスいけないです。そしたらこのまま足外側に向けて手遠くにつきながらすね落としていきます。こう、ここまで来たら逆に飛びます。落とした。でパスしようとしたら下の人が伸ばしてここいけないです。そしたら右手、あ、最初膝開いて膝もう真横に開くぐらい、こういう風に遠くに手をつきながら膝を落とします。はい、落としたら次は自分の足両方ともこういう風に横にして、で下にパンチして、まあ、このまま手つい、マットにつけたまま逆サイドに。で、じゃあ行きましょう。